リーの陣痛が始まりました。本当に Are you sure?事前に準備しておいて本当に良かった。私は全然わからないから、朝起きたら周りが隣にいた時に目が覚めて、ああと思った瞬間から胃が痛いです。胃が痛くてキャベツになりました。いきますね、緊張してる。でもよし、今日は頑張るぞ。いやマジで頑張るぞ。9時になりました。印が来たっていうことで、これ本物っすね。今のところ母子ともにリラックスしてます。じゃあ俺も着替えますか。準備です。病院に行きます。産んできます。こんなアプリがあると。これが陣痛のフリクエンシー、この間は何分？ああ、陣痛と陣痛の間か。じゃあちょっとずつ早くなってるな。今病院に行ったんですけど、子宮口があまり開いてないということで一回自宅待機。でもまあ今日には来るんじゃないかという感じですね。今日来るよ。多分今日来る。じゃあ戻ります。ご飯を食べて帰ってきました。今あんまり寝れなかったってことで、陣痛がちょっとだけ和らいだあとこの瞬間に寝るっつって寝てます。これは待機です。はい、というわけで VTR から数時間経ちまして、今7時でございます。でなんと陣痛の感覚が今ね、あれなんですよ、実はご飯食べようとしてます。結構余裕はあるんですけど、陣痛の感覚が7分になりました。だから確実に赤ちゃん近づいてきています。まあ今ね、まあ今日の朝5時に始まったんでね、深夜の出産かな。まあ、深夜は深夜で面白いですね。なんか俺が生まれた時は雨が降ってたって母ちゃんが言ってたんで、まあ、今日はすげえ晴れてるんでね、病院にも行きやすいんで、俺は今日はもう熱の番だぜ。俺まだ陣痛来て一回もさすったりしてないんですよ。まだそこまでじゃないっつって。余裕でしょ。これからも刺す刺すタイムになるんでしょうね。いろんなお父さんに行くとやっぱのさすりがすごい長いというのを聞いてるんで、これからだろう。さすりますよ。結構さすっていくよ。というわけで皆さん、明日には子供の顔を見せられるんじゃないでしょうか。お父さんお母さん、お待たせしました。明日か明後日には長男の子供抱けます。